燃えてましたね。これちょっとこれ空白で名乗ったんですけども。
やっぱりその頻繁に行くのも、この人
だから俳優がさ、アフレカの技術って持ってない人もいるわけじゃない。うん、ああそうですよね。実際。そうだよね。あれ技術だもんね。ね、アフレコっていう。別の技術だから。僕らもアフレ、もちろんアフレコで、それで1話2話が連続ものだったんですよ。1話2話が前後編になってて。その時は、まあ準備期間もあったから、もちろん皆さんもそうだけど、僕ら あの俳優がやるところの本編と特撮の別版があるじゃないですか。それは、後にもちろんみんなもそうだと思うけど、アフレコは僕らの俳優部分だけで合成なんかもちろんついてないところでアフレコやるでしょ。でも僕は 1,2 話の時だけがどうやら時間があったから合成付きのがアフレコに出てきたんですよ、うん、その時初めて見た時全員出演者おーってやっぱ声上がりましたね。そういえば見てねえな。というのはだって僕ら何もない空間に助監督の東條翔平が竹の先にタオルをみんな忘れないんだね。それ俳優だってそうやってて、それでやってたのがポンとはめ込んだのが来たわけだから、初めて見たっておおってみんな全員歓声上がりましたね。初めてやる。でもお金先に見るとね、やっぱり作る側がねいかに苦労してたかって、まあやる側の苦労ってのは我々もちろんあるんだけれども、作る側のね本もデザインも含めて今見るとねものすごい苦労してた。それと今見るとそうそうたるメンバーですよ、脚本家たち。名前はね、すごいよね。ほんでこの前彼のアドリブ見たんだけれども、エースぐらいになるとその鳥獣からの時はね、鳥獣もの形を借りて別のテレビのドラマ作ろうとしてるって結構すごく強かった、うん、まあね、うん、もうテーマが、うん、これ随分そういうことを言ってた。だから当時例えば公害問題とかね、うん、そういうのそうそうもう入ってたよね。どん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 取り入れて、っていうのがあったから、うん、だからそのいわゆる子供に分かる分かるっていうような内容じゃなしに、分かんなくてもこの中で自然に見てる中でその子供も分かる、うん、感じ取るみたいな、ね、感じ取るっていうかな、うん、かなりね社会性強かった、うん、今の台本がね、うん、それでタロになるとちょっとかなりもう一つ戻ろうとしたのかな、かなり色彩的にも華やかになって、そうです、華やかに衣装もね、あまた変わってきたなっていう手に戻ったんだよね。だからすごいまあこれはね皆さんご存知だろうと思うけど、その円谷英二さんのその精神っていうの、うんうん、要するに優しさとかさ、うん、なんかメッセージ、子供の育てるとか育っていくね、すごいなんかメッセージ性のある、メッセージ強いですよ、強い作品が多かったですよね、うんうん、テーマに関するメッセージっていうのはすごく強いシリーズですよ、ね、だから子供ばっかりじゃなくて大人もちゃんと、うん、見るに耐えれる、うん、なっていたんじゃないんでしょうかね、うん、もちろんその時子供なんだけど、子供だけどものすごく表面的に何かを楽しいとか悲しいとかだけじゃなくて、うん、もう一歩先をなんか一生懸命見てる子供たちだったんですよね、うんうん、なるほど。それでだから今大人の意見でその先にあるものが愛だのなんか優しさだのっていうのは、多分そこにもうすでにそういうのを 見つけてて、なるほどなるほど、なんか一生懸命だから僕らよりも明らかに深く作品をなんか理解してるようなファンの人たちが多いと思うんですよ。我々演じてる俳優たちよりもずっとキャッチしててさ、だからそのままだから大事なんだねきっと、でも大変ですね、皆さんはその夢を壊さないようにこれからもずっと ね、ヒーローであり続けなきゃいけない。あなた夢を壊さないようにしたって僕は壊してないものすごく壊してないですよものすごく壊してないものすごく壊してないですよ、ないんだよね、気をつけを壊そばせ真面目ものすごくウルトラマンのイメージは壊したって自覚の人いますよ。でもね、僕一人のね問題じゃないんだね、うん、
これちょっとしたことをやるとよ、何か事件を起こすと、うんうん、全ての人が、全ての人に、うん、だから例えばさ、うん、森鈴工事が何か事故を起こして、だから新聞記事の下にさ、出ちゃうよ、出ちゃう、過去、そうですよ、過去こういうのやってなって、もしかしたらウルトラセブンで出る、あの正義の出る、ね、あの正義の味方がって必ずなるね、できますからね、だからタイトルは正義の味方が、うんね、正義を正義をしたのやった正義の味方だからできないんだ、もう絶対に。メンバーの話、うん、隊員がいるじゃないですか、 あれ平均何人ぐらいなんだろうな、 4,5 人か、そうですね、隊長入れて 4,5 人ですぐらい、ね、女性がその中に1人こういっているでしょ、自分たちのチームでこういう人すごい印象残ってるってあります？お月さんなんか、いや僕らはやっぱアンヌが目立ってますよね、ああ、可愛かったし、ちょっとこうね、女性隊員ね、女性隊員、一番も女性隊がいましたね、だから唯一エースは半年間あの優子っていうのと、2人だ、北斗が、ウルトラタッチって、ウルトラマンに変身するっていうあれだったからね、あれ男性隊員はわりかしいろんなキャラクターの人、そうそう、僕らの時はね、万人も出てましたけどね、目立つのはマムチさんです、マムチさん、なるほど、ロケ行くとね、やたらあの一人で座布団を、ね、その頃からその頃から座布団を運んでたのかな、あの人一番、個性的、個性的、だけど僕らはね、本当に仲今でもよかった、一人だけかけてね、ぶっこなさって、あと今でも4人集まる、あ、集まるの、集まりますよ、年にいいなぁ、それそれで当時ニューヘちゃんでしょ、桜井さんでしょ、僕でしょ、マムシさん、もう集まる、長丁発信です、仲いいね、仲いい、マンが一番仲いいよね、未だに、うちはね、結構何人かいる、いる、会う、まあ女性単位はもう多分結婚されてると思うですけど、男で西田健さんって俳優やってるんですよ、とはまあ飲み仲間でもあるし、あと池田俊介さんっていうのも、やっぱ去年出した時に僕らもあの DVD 出した時に久しぶりに池田さんなんかお会いして、池田さんっていう人は機械だとかそういうのもやってて、ハワイでものすごい人気なんですよ、ウルトラマンどころじゃないんですよ、ハワイで、だから名誉を聞いたことある、そうそうそう、知事からなんかあれだったんでしょ、はい、あの方ね、そうそう、だからウルトラマンもハワイでやってくんないかなと思って、なるほどね、え、名誉なのかなって、年に1回ぐらい招待受けたいな、そうだね、招待受けたいな、例えば僕の代だけでもいいですけど、いやいや、そういう言わないで、ウルトラマン全員が集まる